ガールズグループオーディション番組、プロデュース101ジャパンザガールズ、木曜午後9時の第8回が、ドコモの映像配信サービス、レミの、で23日に配信された。今回は第2回順位発表が行われ、36位以下からの逆転劇が見られた。写真、約1万4000人の中から先行を通過、練習生95人の集合ショット動作は、 上腕や意ニを誕生させた日本最大級のサバイバルオーディション番組、プロデュース101ジャパンの第3弾。デビューを目指して集まった101人の練習生たちが、専門的なトレーニングとテストに取り組み、挫折を乗り越えながら共に成長していく。今回は初のガールズグループ、国民プロデューサー、視聴者による投票で、101人の中からデビューするメンバー11人が決定する。 国民プロデューサーの代表として歌手の木村カエラが司会進行を務め、歌手の青山テルマ、韓国のロックバンド FTI ランドのメンバーで俳優としても活動するイホンギ、ダンサーの中曽根理の K-POP 振付師のユメキ、ラッパーのケンザ390がトレーナーとして練習生を指導する。以下、内容に関する記述があります。今回は、第2回の投票順位が発表された。 35位までが次に行われるコンセプト評価に進むことができ、36位以下は脱落となる。発表前の最新順位が50から36位までの練習生は脱落の可能性が高いが、35位以内にランクアップしたメンバーも現れた。その一人が45万4416票を獲得し32位に入った加藤かぐ 1> 第1回順位発表では24位と半数以上にランクインしていたが、最新順位では37位となっていた。ポジション評価でデビュー圏内の桜井三浦と共にボーカル部門に挑んだ神楽は、上腕のシャイン・ア・ライトでサブボーカルを務め3位に。未経験ながら懸命に練習し、トレーナーからのアドバイスを詳細にメモする姿が関心を集めた。 5ランクアップして35位以内に入った神楽は、歌もダンスもまだまだトレーナーさんから指導していただいて、もっと成長していきたい。絶対にデビューしたいです、と語った。また最新順位が36位と、惜しくも35位から漏れていた須田にゆるが、438,801票を獲得し34位に。ゆるはポジション評価のダンス部門でダブルミッションの、ランラン、に挑んだものの、 チーム全体で1位になれなかったことから現場での獲得票をすべて失っていた。ランランのメンバーは1位になれば通常の倍の票やベネフィットが与えられるはずだったが、勝負をかけた結果ゼロ票になってしまい、悔しい思いをしていた。それでも、ランランに挑んだ練習生が続々と35位以内に呼ばれる中、ゆるはランランのメンバーがランクインして喋るたびに涙止まらなくなる。 怖いのと、みんなが選ばれて嬉しいのと、ランランのメンバーほぼみんな入ってるし、と複雑な心境をとろ。34位で名前が呼ばれると涙を流した。ゆるは、ランランで難易度が高く印象的なランニングパフォーマンスを見せており、ランランで走っているときに、たくさんの人に見つけてもらう、という気持ちで精一杯全力で走るふりをやったので、 その結果がこの35位以内につながっていることが嬉しい、と声を震わせて喜んだ。